じゃん。こんにちは、豊さん、うん、まあ、オープン戦真っ只中ですよ。まあ、1週間ぐらいもう経ちましたか。まあ、そうだね、はい。まあ、落ち着いてすごくチームとして機能してるチームと、はい、まあ、まだちょっとバタつきがあるなっていうチームと、はい、まだ競わせてるとか、うん、まあ、レギュラー固定で戦ってるとか、まあ、いろんな形が見えるよね。でもね、ヘッドコーチの経験から言わすと、なんか先発ピッチャーが打たれるケースがすごく目立つなと思って、うん、早い回にもう失点をしてしまうというさ、はい、キャンプで何やってたのっていうような、うん、そういう投球を見せたりだとか、はい、ものすごく心配なんだよね。というのはやっぱローテーションに使いたい、うん、なんとかローテーションで回したい、そういうピッチャーを先発に使うじゃない、はい、でもうこの時期になってくると5回前後は投げてくれなきゃ困る、うん、でも仕方なく変えなきゃいけないような状況に追い込まれてるピッチャーもいるからさ、はい、特に例えばどういった選手が先発の選手投手で打たれてたなっていう代表的なのが山本オリックスの、うん、はい、まあ、ちょっとまっすぐのスピードがまだ本来のキレじゃないよね、うん、でもキレじゃなくてもあのぐらいのクラスだったらキレとかうんぬんというよりもなんか顔で抑えられるんじゃないかなっていうような気もして、なんかまだまだ調子が上がってないなっていうのは感じたよね、はい、まあ、勝つの中日の、はい、で中日のピッチャーいいって言われてて、うん、やっぱ勝野なんていうのは今年やっぱ計算に入れなきゃいけないピッチャーがやっぱこうちょっと打ち込まれたりだとか、はい、ルーキーで気になったのは早川楽天、はい、あれだけいいものを持ってながら、はい、まあ、中日打線に捕まったんだけど、それも変化球なんだよね、はい、で高めに置くケースが多くてそれを痛打されてるという、まっすぐはいいんだけどさ変化球が浮く傾向にあるなっていう、一説によると、はい、なんかちょっと癖があるんじゃないかって言われてるんだよね。それを見抜かれてるとか、そうもうすぐだから早いから、もう1センチ違うところがあったら見つけ出すからプロってすごいですね。だからまあそういうところで何か持ってた可能性もあるし、はい、あとは木澤とか、はい、平内とか、あ、巨人の平内とか、まあ期待してるんだけどさ、うん、木澤は力み倒すさ、平内はちょっとやっぱテイクバックに癖があってコントロールがちょっとばらつきがあるなっていう、だからまあそういうところからするとなんか出遅れたりとかするのかなっていう期待はしてるけど、ある程度の調整とやっぱ教えが必要なのかなっていうのがあるよね。今ちょっとね心配な先発のピッチャー陣、うん、先発、まあ、いろいろ言ったけどさ、はい、球団によってはすぐ手直しする球団もあるんだろうけど、はい、ルーキーに手をつけないっていう球団もあるんだよね。でもうそれでプロに入ってきたんだから、はい、ちょっとそれで一時やらしといてくれっていう、はい、そういうお達しが来るんだ。どこから来るんですか。上からなんか神が降りてくるみんな球団、いや球団から言われる、上の方から、悪いとこがあっても手をつけられないわけよ。で何のためにコーチがいるんだっていうような、井上さんコーチ時代そういうことあったんですか。あったあった、多いね。あっただから手つけられなくて 2,3 年過ごして、おいあいつはどうなってんだって言われて、いやあんたがお前手つけられるなって言ったから何も言えなかったんでしょっていうようなこともあるわけよ。鉄は熱いうちに打てって言うけどさ、はい、やっぱ欠点がある選手で、うん、欠点がすごく大きく目立つ選手で伸びた選手なんかいないんだよ、うんうん、でも勝手にドラフト1位か2位か知らないけどさ、はい、そういうのは取ってきて触るなって、はい、はあ、みたいな、そこの欠点が治ったら素晴らしくなるのにっていう選手がいくらでもいるんだよ。例えば巨人のドラフトでね、今年入ってくる平内投手、うん、ちょっと打たれましたけれども、うん、例えば平内投手であれば湯高さんは直した方がいいところとかっていうのは、投げる前のテイクバックに特徴があるんだよ、はい、でもそれは特徴なのかバッターが嫌がることなのかっていうのはまだわからないけど、はい、でもテイクバックを直すことによって投げれなくなる時があるからね、うん、あまり意識しないでも治るところ、そこを指摘してあげるとかさ、はい、それがやっぱコーチだから、イップスになる確率もあるよ、ここを直してしまうと。そこを直すにはどうしたらいいかっていうさ箇所があると思うんだよ、はい、だからそこを指摘してあげるとかさ、うん、例えば木澤なんか力み倒すでしょ、うん、そしたらメンタルコーチみたいなのにつけて、いかに力まないように自然体で投げれるかと、まあそういうことを教えてあげるとかさ、やっぱね早く教えてあげた方がいいよ。そうですよね、うん、でも上の球団のトップの方から手をつけないでくれと言われても、やっぱりちょこ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 とは、そしたらさ、うん、やっぱり何か言われたら俺に言ってこいって言ってんだよ。選手に上が言ってるんですか、うん、おっしゃらコーチが呼ばれて、あるコーチが、はい、お前なんか言ってるらしいなとか言って、え
本当ですか？えとか言って、はい、いやそいつもバレてると思わないじゃない、よくなれと思って言ってるわけだから、はい、そしたらこうやって言ったらと、はいって言ったら、はい、お前言うなって言っただろうみたいな、え言いつけちゃうの子供かって、いやだからあれですよね、本当に入ってきたばかりのドラフトでかかったばかり選手がここ飛び越して上に言いつけちゃうので、ここに言われましたみたいな、直した方がいいんでしょうかみたいな、ふざけんなって、直した方がいいに決まってるから言ってんだろみたいな、そうですよね、お前良くなりたいのか良くなりたくないのかってどっちなんだって、うわいうことなんだよ、だからそういうことが行われるから、はい、球団によってだろうけども手をつけられない時もあるわけよ、はい、でもやっぱルーキーだとか若い選手はやっぱ早いうちに欠点とか結果になるようなところはちゃんと修正した方がやっぱ早いんだよ、そうですよ ね、 ね、あの今挙げたちょっとオープン戦で見て大丈夫かなって言った、まあ、もう山本選手はねもう覗いたとして、いやいや、まあ、ここはスピードとキレが出てきたら、はい、もう完璧な最多勝争いをしていく、そうですよね、うん、覗いて例えばその巨人の平内投手であったり中日の勝野投手であったりとか、うん、あとヤクルトの木澤投手あたりはやっぱりちょっと何かしら、いややっぱ修正した方がいいし、はい、じゃあ早川が癖が鍵にあったとしたら、はい、いやいやそれでやってきたんだから直さなくていいって言ったら、はい、コッパに打たれる、分かってた、そうですよ、うん、これ投手のためにならないんですよ、ね、そうこれ仮の話だけど、はい、そう打たれたから変化球ばっかりをたまたま高めに浮いたから打たれたのか、はい、癖があったから打たれたのかは定かではないけども、はい、もしあったとしたらそこ直さないとさ、早川の死活問題になる、そうですよ、ね、それも直さないのかっていう話、いやそれは直してくれみたいなお前都合のいいこと言うんじゃねえよみたいな、そうなっちゃう、お前それでアマチュアでやってきたんだろみたいな、まあ俺はへりくつなんだけど、それはそれは直した方がいいんだけど、はい、いやだけどやっぱりこう欠点は直した方がいいって、そうですよね、うん、なんか私の例えばイメージだと西武の松坂大輔投手みたいな感じの投手は何十年に一度の選手だから別に、いやそれでも、あ、それでも、それでも松坂はスライダーを投げるなって言われてたんだ、ルーキーの時に、オープン戦の時に、はい、なんでかっていうとスライダーを投げたらフォームが崩れるからって言われたんだ、そうですね、いやそれで開幕してから勝って解禁になった、はい、投手コーチのきちっとしたその、うん、だからいい優秀な投手コーチだよ、そうですよね、そうでしょ、はい、でも戦力として認めたんだったら教え出すじゃない、はい、教えろってちゃんと、いやいやそれは分かんない、教えてんのかも分かんないよ、はい、分かんないけども、はい、でもそういうことがある球団があるんだよ、何球団か知らないけど、まあ、12球団そうなのかも分かんないけど、はい、でもやっぱり教えた方がいい、でも、はい、オープン戦見ていて、うん、やっぱ優秀な、うん、楽しみな選手もたくさんいるな、じゃあそれはちょっとどういった選手がまた楽しみな選手出てきたのか、豊さんが、うん、またちょっと次回かなんかの動画で、お前ケチるな、いや行っちゃおうよ、行こうよ、いや行っていいよ、行っちゃえよ、もう日本ハムの野村、これは面白いわ、どんなところが、いや、 やっぱねパンチ力があるわ、うん、昨年ポッと出てきてポーンとホームラン打って、うん、すぐ怪我したの、うん、それから出なくて、うん、もう本当残りシーズンちょっとで出てきたんだけど、うん、また打ったんだよね、うん、で今年どうなのかなと思ったらやっぱ打つな、おお、やっぱパンチ力魅力だわ、だから怪我さえしなければってことは、ひょろっとしてんだよ、うん、なんかやさ男に見えるんだよ、だけど秘めてるものはね強いものがある、素晴らしい、だからこのオープン戦とかキャンプとか、はい、遡るとやっぱ秋広だとか、うん、佐藤だとか、うん、まあ、ものすごい注目されてた、はい、でもいる、うん、他にも、他にも、まあ、ルーキーでもないけどね、野村なんてルーキーではないけど、うん、はい、いい、あと他には、他に何か、はい、ロッテの山口選手、はい、これも魅力だわ、いやロッテは高部っていうのも魅力なんだけど、はい、この山口っていうのは使えそうだね、豊さんどう映ってます魅力が、やっぱ力がある、うん、パワーがある、うん、で振る力がある、安田が4番候補って言われてるけど、はい、これ山口いいよ、あ、そうですか、うん、どのぐらいでこう使えそうな感じ、いや、やっぱ波に乗せることだよね、うん、波乗り山口になってほしい、いや本当に何で私も来てるか分かんないんですけど、海近いし、あ、ロッテ、ロッテ、あ、そうですよね、海べりの球団だからいやもうボン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 波に乗っていってる、あ、だからそういうキャッね、なんていうのキャッチコピーじゃあだ名みたいなニックネームもついたらいいですよね、そうそう、波乗り山口つく、はい、かどうか分かんないですけど、はい、広島は、まあ、これ大道投手、いや、いいんだよやっぱね角度がある、
その各バッターのインサイドを突くことはまだちょっと下手かもわかんないけど、はい、やっぱね外のボールに対しての腕の振り方だとか、うん、いい三振取れるんだよ。で同じく広島にもう一人いい島内、はい、これ島内はもう去年から言ってる、もう一昨年ぐらいから言ってる、うん、やっぱねあの投げるボールに対しては惚れるわ。やっぱ力あるし、うなるよボールが、うん、なんかねピンポン玉投げてるみたいな感じ。あ、そうなんですね、うん、ちょっと広島ピンポン玉って言えば、はい、俺最初に見た時岩熊がそんな感じだった。あもうなんかフィャーンとくる感じの、はい、ピンポン玉こいつ軽々投げるねっていう、はい、それになんかね似ています。似てるんだよ。まあ、全然体型とか違うけど、はい、でもそのボールの質からすると勝てる質を持ってるよ、ね、島内今年はやれよ本当に頑張ってほしいです、ね、自分でとっちゃらかっちゃうんだから、うん、でそこをやっぱり修正というかそうそうしていかなきゃいけないんですね、うん、そして西武野手なんですけれども若林選手これまた面白いんだよ、うん、足も使えるし、はい、まあ、西武っていうのはさ、うん、強打強打っていうイメージがあるでしょ。でも盗塁もめちゃくちゃ多いんだよ。そうですよね。だから走塁に長けてる選手が多いんだよ、はい、だからそういう意味ではそこの若林面白い。その若林選手って今まで西武にいた歴代の選手の中で誰タイプに似てるんですか？なんか総合的に言うと辻タイプかな。結構遡りましたね。辻さん、辻監督、辻が怒るかもわかんないけどねでもまあ同じチームの指揮官として、はい、いや俺似てるよって言ってくれれば俺のコメントもいけるけどね。いやでも本当にそということは素晴らしい選手になる、ね、いやいい選手になると思う、はい、そして DeNA です、うん、牧、はい、やろベテランみたいな顔しやがってみたいないやでも注目されてますよ。やっぱりバッティングいいよ、うん、まあさっきも言ったけど秋広佐藤だとか、はい、そういうのが注目されてるけど、うん、真の実力者はここかもわかんない。え、そうですか。いや本当にだから新人をどうのこうのって言ってるけど、はい、牧の名前ってあんまり出てこないんだよね。そうです。豊さんはだってねもう佐藤選手だっていうふうに。いや言ってない言ってない、ライバルは他にもいるって、はい、でも一番の候補はやっぱ佐藤だけど、うんうん、でも牧も来る。来ますか。来る今年、うん、今年初めて入ってきたからね、はい、で今年いけるってことですよね。ブレイクできると、はい、そしてオリックス2選手ピッチャーでまず中川投手。あこれがまた変則でさ、はい、面白い力あるしね、はい、だからそういう意味ではあそこはさ意外といろんなバリエーションを持ってるんだよ。ピッチャーそうですよね。ピッチャー、まあ、その中にその中川がもう一枚加わったということ、これはね、まあ、なかなかやるんじゃないか。やっぱオリックス投手そう暑いですね。いや暑い暑い暑い、うん、まあ、平野も帰ってきたしな、はい、でもそこを抑え回しとけばいいわけだから、うん、だからそういう意味では今年のオリックスも面白い。そうですね。だからその中川を受ける、はい、じゃあ誰が受けるんだよって、うん、若杉かみたいな、はい、頓宮がいいんだよ。おお、ちょこっと前も名前上がってましたよねパンチパーマからちょっとヘアスタイル変え上がってスパーマのまま行ってほしかったんだけど。行ってほしかったですね、豊さん。だからこのトングのバッティングはやっぱ魅力だわ。キャッチャー でバッティングもいいっていう。そう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 、うん、いや見てると本当楽しみな選手がすごく多いなと思ってさ。そうですよね、うん、以前も楽しみな選手と豊さん挙げてくださいましたけども、うん、また新たな名前が今回上がってきてますから、はい、え今年、まあ、ルーキーだけじゃないけどね、はい、まあ、何年かプロの飯を食ってって、はい、で言ってるけど今挙げた選手なんかは今年なんかブレイクしそうな感じがするよね、うん、そうですよね、うん、まだまだあのオープン戦続いているので、うん、豊さんまたオープン戦で見ていいなっていう選手、まあそうだね、はい、いたらぜひこの動画でも挙げてください。はい。